はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、ピネシのピエタです。さあ今回は東方飛行練習やっていこうと思います。こちらのねアプリゲームは普段実況しているね12000ソフトさんとは違う制作者さんが作ったねアプリゲームでございます。まあなんでかっていうとめちゃくちゃ単純明快なんですけども、一番最新作のゲームの実況やっていたんですけども、レミリアと魔法のステッキ、そちらの方にバグが発生しているので、そちらのねバグの修正がされるまで別の実況のことを撮っているということで、もう最新のねところまでやり尽くしちゃったんで、もう12000ソフトさんでやれるアプリがないということになりまして、こちらの方ね適当に検索して、興味持ったやつをやっております。でですね、完全初見なんでわかんないんですけど、1ステージ目ずつ第9ステージ目まであるようなんですけども、1ステージずつやっていきましょうか。なるほど、おっ、あ、2段ジャンプできる、なんだ2段ジャンプが可能なんですね。なんだよ、なんか損したな、変に1段で頑張ってた感じで。よいしょ。で、目標が 50m って書いてありましたからね、 50m ですか。結構上だな。おいっと、おお、なんか降ってきた。何これ。あー、あ、星減りましたね、上の方にある。あー、これも食らうのか、かわしづら。あー、もうゼロですね、残機というかライフが。危な、おっと、危ない。ワーニングとは、ほい、あー、くっそー、再挑戦いたしましょう。いやー難しい。てか今のルーニアでしたか。ボスがちゃんといるんですね。なんか軽い弾幕ゲーみたいな感じで見えたんですけど、ちょっと予想と違うゲームでしたね。まあ面白いですけども。よいしょ。ライフはなるべく削られないように。うまい感じで入っちゃったな。よいしょ、オッケーオッケー、いい感じですね。で、うまいこと回っていって、危ないけど、あ、当たっちゃった。オッケーですね。うわー、ダメだ。うわー、難しい。てか、苦手な部類のゲームだ。もう、慌てると、何もわかんなくなって、とりあえず連打しまくって死んじゃうような、そういうゲームですね。うわー、苦手ジャンル。ほい、ここまではまあほぼリズムゲーに近いですね。ここからちょっと考えないと。うわ、くっそー、位置が絶妙だ。難しいですね、この弾幕かわしづらい。うっそ、当たる？よいしょ。おお、いい感じですね。OK ですね。待ってた方がいいですね、無理やり超えるより。危なっ。で、ワーニングでルーミアさんが登場ですね。うわー難しい。ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回ね、毎日投稿なんで明日投稿していきますので、その時もね、ご視聴よろしくお願いいたします。では、じゃあね。